I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, everyone. Please enjoy the video. And I hope you enjoy. Well, you know.残るロイヤルナイツはあと5体だ。エグザも、ドゥフトも、ユナスも、クレニアムも、そしてロードナイトも。なんか名前だけで強そう。ねえオメガモン、この中に味方してくれそうなロイヤルナイツって本当にいないの？ああ、やつらを味方に引き入れるのは無理だろう。おそらく戦闘も避けられない。そっか、じゃあこのメンバーでやる気はないか。でもお台場にドドーンと居座ってるエグザモン以外はどこにいるかわかんないんだよね。もしかするとロードナイトモンもお台場にいるかもしれません。そうなの？どうしてわかっちゃうの？ひょっとして超能力に目覚めしゆうこっち？リエさんの端末を追跡したらお台場で IP を確認できたんです。それがロードナイトモンのものであると断言はできませんが。いや、ロードナイトモンである可能性はそう低くない。暴走状態にあるエグザモンは彼らにとっても無視できない存在だ。何らかの手段を講じ利用しようと考えている。だとするとエグザモンは我らロイヤルナイツの中でも最高クラスの戦闘力を持つデジモンだ。なんとしてもロードナイトモンの動きを阻止しなければ。では今こそ味方についたロイヤルナイツたちの力を借りるべきだろう。そのようだな。私が協力を要請しておく。任せてくれ。そんじゃ決まり。みんな揃ってレッツお台場だ。具体的な作戦は。そうだね。今回はその場の雰囲気でいい感じに行動しろ的な。なるほど。
各自の判断で臨機応変にということだな。さすがのキア、的確な指示だ。納得する作戦で思うように行動したまえ。私は事務所からサポートする。作戦の性質上、非戦闘員は足手まといだろうからな。よし、作戦会議終了。それじゃ早速。はい、その前に話がある。デュー君が彼を追っているのか。人間を理解しようと言っていたデュー君が刃を向けるとは。彼の身によほどおぞましい変化が起こっていると考えざるを得ないな。殴ろう。一人一発ずつぶん殴ろう。そうすれ解決するでしょう。そういうもんでしょう。うん。あ、オメガモモだよ。全力で一発ね。ノキアが望むとあらば渾身の一撃をお見舞いするよ。だがここはまずお台場に向かおう。っていうかオメガモ、やっぱ次からは通信で参加して。ああ、承知している。人間をより深く知るため、いつかノキアが言っていたカフェでミーティングというやつを体験してみたかったが、無理を言ってすまなかった。うん、いいの。君のそういうとこもえぴ。ノキア、君は本当に器が大きいな。まあね、あれカップの膨らみは伊達じゃないのだ。
しちゃダメだよ。どもに食われたかと思っていたが、しぶとく生き残ったか。その姿があなたの本当の姿なんですね。そういえば貴様にこの姿を見せるのは初めてだったな。ではあ、ロイヤルナイツにおいては異質なウイルス種にしてないと思うの。輝ける希望のバラをいただく我が名はロード・ナイトモン。これこそが私の真の…イーターを操っていたのはあなたですね。神城に潜り込み、スエドーさんの研究に協力する方。感謝してほしいものだ。私の助力によって研究が革新的に進んだのだからな。しかし、デジタルウェーブの制御がこれほどまでの力を生み出すとは、私にも想定外の成果だ。まさかスエド。人間がデジタルなるものの断りにここまで近づくことができようとは。その力で罪のない人々を滅ぼそうと、なぜ、どうしてそんなことができるんですか。
罪がないとは承知せんが、すべては貴様ら人間どもが自ら招いた自業自得に過ぎない。お前の父親が作ったエデンネットワークが道となり、その子供らが鎖をうがった。そして悪夢が始まったのだ。リーターによるデジタルワールドへの侵食が。エーデンの創始者、神城悟の罪は私が裁いた。残る罪は…やはり、あなたがお父さんを…許せない。あなただけは、絶対に許せない。許されざるは貴様ら人間どもだと何度言わせるつもりだ。エグザモン、貴様も許せないのだろう。うるさくわめきうごめく人間どもが喜べ。貴様ら人間の罪はこの竜帝エグザモンが、や、貴様らに止められるか。まずい、エグザモンを止めなければ人間世界が本当に壊滅してしまうぞ。なんとかなる。今こそみんなの力を合わせましょう。我が盟友の声しかと聞き届けた。守りたい思いが強ければ強いほど僕らは強くなれる。ティナもこっちの世界を気に入ってるみたいだし、壊させるわけにはいかないな。これだけの力が集まればいける。あの少年を見ていない。こちらに向かったはずだ。そうか、奴は私の追跡をかわしながらも着々と力を得る。次は確実に仕留めねばならん。しかし今はこちらが先だ。我らも共に戦い全力で参りましょう。
やはり一筋縄ではいかんか。ダメだ、止まらない、飛び立つぞ。あいつは僕が追いかける。このままじゃお師匠様にぶん殴られちゃう。僕も行く。このまま逃がしたらリナに蹴っ飛ばされそうだ。ここは彼らに任せておこう。今は体勢を立て直さなければ。ああ、なんとかな。そうかい、鮮度が落ちてなくてよかったぜ。危ない、ディアクモン。遅えんだよ。しまさまんぱこれがロイヤルナイツの力か。あっ、力が、これだ、この力だ。何なのこれ。ねえ、何なのよ。どうしてこうなっちゃったの。ちょっと誰か何か言ってよ。ロードナイトも取り逃がし、エグザモンも抑えられず、そして名誉デュークもまで。作戦は完全に失敗だ。一度事務所へ戻って体勢を立て直しましょう。皆さん、エグザモンとの戦いで。やはりエグザモンはとてつもない脅威だな。ごめんなさい、私たちが失敗。いや、過去を悔やんでも仕方がない。あの場では他に尽くす手はなかった。それにまだ全てが終わったわけではないさ。エグザモンの動きを分析すると、一定期間の活動を必ず休眠行動に入って、エグザモンの持つ桁違いのデータ質量を維持するには、とんでもなく燃費が悪いということですね。そのようだな。そして休眠行動のデジタルラインを経由して。デジタルラインをってことは、やっぱりデジタルウェーブを供給しつつ、一部バグ化したエグザモンをであればデジタルウェーブの供給を遮断することで、エグザモンは弱体化し、ロードナイトモンの制御下からも解放できるはずだ。さすが京子さん、迅速かつこれ以上ない精度のリカバリー、本当にお見事です。褒めてもうまいコーヒーくらいしか出てこないぞ。うわっ、いえ決してそういうつもり。残念だが今はそれどころではない。話をつつ、こちらでデジタルウェーブの流れをたどってみた。空路内部にデジタルウェーブの流れが幾重にも重なる交流点を経て、そこがデジタルラインで、デジタルウェーブ、その場所に姉さんはロードナイトマンがいる。可能性がないわけではない。それじゃあ私が行きます。私、エグザモン戦で消耗したオメガモンたちの回復を待ちつつ、その剣幕では止めても無駄。遊具として活動していた君の能力の高さは、
今後の作戦においても大きな戦力となるだろう。だが、ことここに至って単独行動など論外だ。助手が同行する。いいな。よろしい。目指す交流点は、クーロンレベル5トラップなどの厳重な警戒態勢が必至だ。くれぐれも慎重に行動してくれるよ。では、クーロンで合流しましょう。よろしくお願いします。怒りというより気負いだな。ロードナイトモンが父親の仇と判明した今、無理からぬ話ではあるが、あの状態では思わぬ過失を招きかねない。しばらくの間、彼女から目を離さないように。何やら心得違いをしているようだな。まずはどれ、あれを試してみるか。リラックス効果のあるハーブ。そのハーブティー、いずれもストレス解消効果。私はストレスとか特にあれなんで。それじゃあ、トレイダー、完成だ。これは効くぞ。